未知世界の村探訪第19部、始まるよ。大都の村からスタートです。アルマ先生のところに薬を届けてはみたけど、全然足りない気がするな。往復する必要があるよね。大変だな。けど、オイラの薬でみんなが元気になって、オイラの懐もあったかくなる。素晴らしいって思うよね。突然言われてるの。だってみんな幸せになってるんだよ。素晴らしいことじゃないか。すっごい。しゃべれるウサギなんて初めて見た。ねえ、ちょっとだけ触らせてくんない？なんだい君たちは。さっきから人のことウサギウサギって。オイラに言わせりゃ、壁の向こうから来た君たちの方がへんてこな生き物に見えんだぜ。え、なんで俺たちが壁越えてきたの知ってんだよ。あなたは一体。オイラはジールパドンのギド、世界中を駆け巡る行商人さ。ボイスパート終了。当時の要領がね。ギドは人の中でもモゲ族と呼ばれる種。ご覧の通りの情報通。すでにジャスティンの名前まで知っている。ウームアナドレンウサ耳だ。今なんでもって。近所のおばあちゃんが赤飯持ってきそうな種族だな。悪いことしたら一瞬で居場所なくなりそう。アレントのリエイテと同じく、多くの答えを望むならば旅を続けろと促すギド。アレントはあるかもしれないし、ないかもしれない。君は信じて道を進むか選ぶことができる。どこかで聞いたことのあるはぐらかしを受け、ジールパドンのギドとの会話は終了。誰かに聞いた眉唾より自分で見た答え。パームの頃と一緒だな。では村人たちとおしゃべりタイム。ガドインがアルマ先生以外とつるんでいることを珍しがる村人。ケンとアルマ先生以外に友はおらん。優しく責任感にあふれ村を何より大事にするガドインは、村では英雄同然の扱いで大人気。あとは書体を持って子供を110弱人くらい作ってくれれば。ギドと話している間にジャスティンたちのことはすっかり村中に知れ渡っている。井戸端会議、アナドレン。村はもうおしまいと嘆く女性。アルマ先生やガドインも何か焦っていましたが。大都の村で一体どんな問題が。真相を探るべく我々は買い物に行った。三人が使える武器の大半が置かれていますが、攻撃面には特に不足ないしな。斧は攻撃38と飛び抜けて強いですが1万と激烈に高いので、数に弓矢を買うぐらいにしときましょう。お次は防具。目玉商品は防御15アップのスカルアーマー。3300円。ジャスティンとフィーナに買って防御7アップ。数はブカブカで装備できないので。ワンランク下の防御12。剣与の鎧を購入。あとはフィーナに飛竜の靴を上げて終了。ジャスティン防御60。数57。フィーナ61。全部で9340円の出費だ。ここで漁師から聞かされたのは、毒の雨が降って漁場の魚が沖に逃げてしまい、最近はほとんど魚が取れない状況ということ。なるほど。漁村でそれは確かに死活問題。それで雨雲に敏感だったわけですね。後藤さん。拾ったマナエッグでジャスケンに火属性バーン。フィーナに風属性ヒューイを覚えさせ、フィーナは4属性コンプ。アイテムは、特におもろいものはないな。じゃあな店主。宿で道具整理して再び大都村探索。村人曰く、うずき、うげつの塔をご存知か。村の北西にある古い遺跡、その周囲の草花が枯れ出しているそうな。おそらく毒性の雲がうげつの塔より生まれ、雨として降り注ぎ大地を怪我し、川から海に流れている。このまま行けば大都の村の水も汚染され、事態はかなり深刻そうですよ。後藤さん。お邪魔します。村の住人も皆怯えており、毒の雨が降ったらと戦々恐々。ルクの村同様大都の村にも伝承があり、かつてこの村の民は飛竜であったとか。精霊の御業により人の姿と知恵を授かり、大地を足で踏みしめ生きることができるように。空を飛べた方が便利な気もしますが、まあ感じるところは人それぞれか。少年が歌うのは村に伝わる童謡。のっぽの巨人、髭を抜いたら涙を流して皆眠る。さてはターネイだな。エンジュールが姿を消したのはホワイトドールが大部分を砂にしたからの可能性が。
大都の村は木の実や果実を取りもしますが、やはり主食は海や川で取る魚。今は干物にした魚で飢えをしのいでいますが、それもいつまで続くやら。一応漁に出る者もいるようですが、取れる魚は痩せ細り体に毒が溜まった状態。とても女子供に食べさせることはできない。一刻も早く解決しなければ。村を捨てるにせよ残るにせよ、このままでは多数の犠牲が出てしまう。飛竜の台座に勇者の武器。ガドインが騎士を目指したのはそういう伝承に憧れてかしら。水がまずいという話でリリーママが登場。石炭の汚染問題。やっぱりあったのね。川の水を飲んでみたジェスケン。喉がイガイガするとしかめっ面。聞けば聞くほどひどい惨状。小屋ガドインに助力する約束。すぐに果たす機会が訪れそう。村の砂浜にあるクジラ岩にまつわるお話。空と海が一つであった頃、青い空に小クジラが迷い込み、神は慌てて空と海を分離。母クジラが助けようとするも間に合わず、小クジラは星となり、悲しみに泣きくれた母は岩となった。母クジラの岩は今でも時折泣き、その声を聞き空の小クジラが流す涙が流れ星になる。はい、神話の中にありそうなお話ですね。漁師が水の精霊にお祈り、毒が消えて漁獲量が110弱倍になりますように。ふっくん。冒険家ジェスケンといえば大陸中に知れ渡った伝説的存在よ。ヨタもそこそこに、隣にあるでかいのがクジラ岩こと飛竜の台座。クジラっていうよりなんかのアンテナみたいっすね。アルマ先生の診療所へ。おっすおっすお元気？アルマ先生もウゲツの塔が毒の原因と睨んでいる。しかしそうと分かったところで対処ができねば。ちなみに村人が言うには、小さい頃のアルマ先生は非常におてんばで、むしろガドインの方がおとなしく、学問にも優れていたんだそうな。つまり互いを尊敬し合った結果、ガドインが騎士、アルマ先生は上位に。やだ尊い。当のガドインは長老と会合中、雨月の塔がある北の空に見える雲が流れてくる。海馬や野獣の類であればこの騎士ガドイン遅れは取らぬ。だが空の雲が相手では文字通り手も足も出ない。話し合ったところで解決する糸口も、ジェスケンたちは一足先に宿で眠ることに、塔に隕石が落ちますように、スヤスヤグーグースピピスピー、ホアヨーゴライマーシュ、ジールパドンのギドはすでに出立した様子、次はどこで会うことになるやら、何言ってんのよ、雨ならとっくに降ってるじゃない、まだピンときていないジェスケンたち、慌てるガドインに置いてけぼりを食らってしまう、外を見れば青い空は鳴りを潜め一面のどん天、そして耳に聞こえてくるは大地を打つ雨の音。これが北から流れてきた雲なら、いかん。駆け出すガドイン。このままでは全滅だな。さすがにただならぬ緊急事態と察知したフィーナ。急ぎガドインの後を追うことに。一度宿でセーブしまして。オラオーゾーラーン。村人たちは屋内に避難することも忘れ愕然と空を見上げる。ついに村がついえる時か。傘なんか差したって意味ないじゃないじゃない。ハーツ使え。すでに万事休すかと思いきや、どうやら毒の雨には段階があるらしく。普通に見える雨は微弱な毒性で腹を下す程度、濁れば濁るほど毒性は強くなり。赤い雨が降った時、血は腐り木々は枯れ川は淀み魚は死に絶える。この雨は事件を解決するギリギリのライン。手をこまねけば村人総出で南へ逃げることになる。一縷の希望は村が生んだ最強の騎士ガドイン。アルマ先生。旅立つ勇者にキッスでもしてやんなよ。と思ったらすでにアルマ先生は戦闘中。医者の戦場はこの診療所。毒の雨に対して特効薬となるものは存在せず、己の無力さに歯がみするアルマ先生。運ばれてきたのは村の少年。外から来た女の子に美味しい魚を食べさせたく。まずい魚じゃダメだと味見してしまい、毒にかかってしまった。なんとまあ、スーちゃんショック。頑張れ少年。雨月の塔は必ずこのジェスケン一行が攻略してやっからよ。毒なんかに負けるんじゃないよ。ガドイン、ガドインはいずこにありや。村の砂浜に行けば、男衆や長老と共にいるガドインの姿が。ガドインは雨月の塔を下にしており、変わり果てた大地をその目で確認。村の伝承曰く、塔より勇者の槍を持ち帰り飛竜の台座に突き立てるべし。さすれば毒の雨は晴れ正常なる水が蘇る。だが伝承に謳われる勇者は二人、単独で塔は攻略できない。この村にガドインと肩を並べる強者はいない。ならばこのジェスケンが二人目の勇者と相なろう。世界の果てたる壁を越えた少年、実力に申し分なしとガドインも太鼓判。
ガドインが今まで登録公約せなんだのは、伝承通りであればどうしても二人目の助っ人が必要であるため、ジャスティンが危険を承知で馳せさんじてくれるのならば、恐れるところ一つもなし。この騎士ガドイン、命に代えてもジャスティンと一行を守り、必ずヤダイトの村に平穏を取り戻そう。長老から党に挑む証、勇者の腕輪を受け取った二人。ぐずぐずしてはおられん、すぐさま出奔じゃ。輝く腕輪をフィーナに見せるジャスティンですが、何やらフィーナはゴリック。パーティーに相談もせず勝手に危険な行動をするなんて、冒険家としては三流と痛烈に叱責。危険だったのは今までとて同じこと。ジャスティンはどこから悲観的な受け答え。まあ村が滅ぶというのを見過ごすわけにもいかず、フィーナの意見は流されうやむやのまま党の公約へ。伝承が残るほどの党なので冒険といえば冒険ですが、フィーナとしてはちゃんと相談して決めてほしいところ。ほうれん草をサボったチームは壊滅する。ジンジーさんもそう言うとったわ。ガドインに忌憚のない意見を求める村人。信じて待て、比喩を継ぐものよ。右翼の党は危険らしいですが、物理的に殴れるモンスターならどうってことないでよ。姉さん養母の片鱗を見せるフィーナ。いやもう結婚済みだったか。わはは。それでは村の北西、右翼の山へ。ここが右翼の塔がある山ね。すっごい山音がする。はっきり土砂降りなんだね。血のりを得たぞ。先制攻撃。キノコ取りオスオス。なんかマッシュルーム部屋のボンボンに見えてきたな。数は弓矢に持ち替えたので、攻撃しづらい後方をブスブス突撃。117ダメージ。ガドインは図体がでかいので大前衛。フィーナは無知で隙間を縫う中距離攻撃。数が削った後衛を倒す。ジャスティンは刃を収め栄翔準備。このダンジョン攻略中はバーンを使いまくる。目標は非属性レベル6。4でダンクレームを覚え、あとは巻き込みで一気に伸ばす。うまいぞ巻き込み稼ぎ。キノコ取りは疫病を全体にばらまく技を持っており、疫病は毒と違ってアイテムでしか治せないため。とにかく技の発動を徹底的に阻止するのが肝要。あとは出奔前に50円でワクチンを買い込んでおくこと。みんなのターンが来ましたが、ここは防御、ジャスティンの稼ぎを優先。お来系。勝ったぜ。経験値140の38円。熟練度はジャスティン24、数28、フィーナ12、ガドイン8。右翼の山の緑袋は130円、赤袋は390円。買い物した分は稼いでいかなきゃ。ふもとフロアにはキノコ取りしか出現しませんが。シンボル2つの4体グループがあちこちにうろうろ。逃げ切れない奴を対処しながら、ゆるりとアイテムを回収せよ。獲物がいたぜ。ビシー、バシー。フィーナの無知がレベル14に到達。めでてぇ。HPSP1、素早さにアップ。数はフィーナが削ったキノコ取りを、ガドインは前衛を、一緒だな。騎士ガドインの一撃。118ダメージ、残り22、強いぜ。ジャスティンは左のキノコ絵を攻撃。燃やせ燃やせぇ。ガドインが攻撃する前に燃やして巻き込み粉砕。ガドインは数の逃げ決めで傷ついたキノコ取りを粉砕。あとはもう一度ジャスティンで燃やして、終わり。あ。栄養だぜ。うん、経験値140の76円。熟練度はジャスティン16、数21、イーナ12、ガドイン8。わーいレベルアップラ。トレジャーを発見しました。パワーキノコは味方1人の攻撃レベル3アップ。和を3回分だ。フィーナがレベル14に到達。めでてぇ。 HP 攻撃素早さにアップ。む、避けてくれたからゲー。ペイント。敵の攻撃です。攻撃そんなまだ。危ねえ危ねえ。初手ポジ巻きされたら面倒なとこでした。まずはフィーナが反撃。続いてジャスティンはバーンで対応。先ほどまではうまく巻き込めましたが、キノコ取りは図体がでかく他の個体と重なりづらいため、本バーンでは単体しか攻撃できません。攻撃は悪いですが、せっせか打ち続け、
ワンフレームまでこぎつけましょう。出直せ。出直してこい。経験値70の38円。熟練度はジャスティン8、スー7、リーナ12、ガドイン8、ファーイレベルアップラ。スーがレベル12に到達、逃げてー。攻撃素早さにアップ。画集。栄養だぜ。いんいんあん。経験値140の76円。熟練度はジャスティン16、スー21、リーナ24、ガドイン8。流敵。毒の雨が溜まった川は入ればダメージを受けますが、各所にとかポイントやキノコがあるので、それを利用して移動しましょう。あったあった、あれで10個目。トレジャーを発見しました。もう覚えさせたい属性はあらかた習得したので、拾った分は、ああ、生き返るわイーナの水属性がレベル7に到達、めでてー。イーナの HP100 の時代へ。スーの射撃がレベル13に到達、めでてー。HPSP1、攻撃にアップ。栄養なごばかりにキノコを押し付けるな。燃え尽きろ！今まで正々堂々書とかを忘れていた。言わなきゃバレへんか。こんなもんね。経験値140の38円。熟練度はジャスティン16、スー14、リーナ18、ガドイン7。次のフロアへ向かう北口を通り過ぎて左側へ。キノコを一歩目から踏み外すな。トレジャーを発見しました。キノコの盾は防御級、疫病耐性プラス1、対キノコとしても優秀。リーナにプレゼント。獲物がいたぜ。バシュー。栄養だぜ。いんいんあん。経験値140の38円。熟練度はジャスティン16、スー28、リーナ18、ガドイン6。最後のアイテムだ。トレジャーを発見しました。マッスルキノコは単体の移動レベルプラス3、周囲の移動レベルプラス2、スロー対策の一品。そんな限定的なもんに大事なアイテム欄使うのは、やはり預かり上クリか、私もどう。キャリン赤袋回収。じゃ次のフロア行こうぜ。雨足が強くなり険しい表情のガドイン。リーナは再度忠告しますが、他に手段があるわけでなし、今はこのジャスティンを信じたまえ、わはは。頂上に到着するも雨に濡れたお肌がピリピリ。ついに毒性が強い雨が降り出した。早く塔をなんとかせねば、急げジャスティン。まずは右側にある宝箱を撃。トレジャーを発見しました。病のゴフは疫病耐性レベルプラス3。キノコ対策に装備してもいいですが、撃たせなければ平気平気。来た道を引き返し、左側へ。緑袋を取り忘れたのは内緒だー。獲物がいたぜ。トカゲライダーオスオス、爬虫類に乗った。鳥。古光月の山は鳥の魔物クレップ族が占拠しており、島周辺は彼らのテントがしこたま張られています。テント設営とか機能が高いな。ジャスティンの非属性がレベル2に到達、めでてー。レベル1レベル2 MP1、素早さ1アップ。楽勝だぜ。これなら楽勝ね。経験値50の60円。熟練度はジャスティン8、スー12、リーナ10。テントの中にはクレップ族が潜んでいますが、中にはアイテムが、入ったテントもあるため、手探りでチェキする必要あり、今のは緑袋ですね。リーナの無知がレベル16に到達、めでてー。HPSP1、素早さにアップ。あとはポジバラ巻きを打たせないように立ち回り、ガドインアタック。ジャスティンはバーン、まだまだ育成が足りんぞ。燃え尽きろ！うまいこと巻き込んでいった粉砕。いいですわぞ。リーナは無知攻撃で岩壁を減らして、モイストジャスティンのバーン、ぶちかまてー。勝ったぜ。こっちは勝った。経験値140の76円。熟練度はジャスティン24、スー7、リーナ22、ガドイン6。あの緑袋は、取らんでいいか。
し、バシュー。英雄だぜ。経験値140-76円。熟練度はジャス編16、数21、イーナ15、ガドイン6。坂を登って頂上の大地に到着。フレック族のテントの中央に右月の塔がある。まずは周辺のアイテムチェキ。ぐるぐる回って入り口探して。緑袋ゲット。コンパスを回して北に移動。街でやれない分、敵地での入社行為は格別。トレジャーを発見しました。ドリームトリュフは敵一体を混乱させるアイテム。非合法マジックな香り。マップ北端を右に進めばもう一つ敵。トレジャーを発見しました。魔力の種は全レベルの MP プラス1。食べさせるならフィーナ可能。かわいいぜ。数の射撃がレベル14、知的性がレベル12到達、めでてぇ。HPSP1、レベル2 MP2、攻撃3アップ。もう一丁エンスト稼ぎ。かわいいぜ。とガドインで叩き伏せて終わり。こんなもんだぜ。経験値140-76円。熟練度はジャス編16、数128、イーナ20、ガドイン9。右に見えていたまがまがしい建物が右月の塔。突入してもいいので。トレジャーを発見しました。元気層ゲット。回復40以下は処分したので手持ちは元気層ばかりに。あちこちに設営されるテント群。なんだってこんなとこに縄張りを。どっちに生えるキノコが好物。赤袋ゲット。残るは元気層ともう一つの赤袋。トレジャーを発見しました。よしよし、それでは右上へ。せっせっせ。これにて回収完了。いざ右月の塔へ。勝ったぜ。経験値140-76円。熟練度はジャス10、32、数12、イーナ10、ガドイン6。獲物がいたぜ。ジャス10の火属性レベル3に到達。めでてぇ。レベル1、レベル3、MP1。素早さ1アップ。経験値50-60円。熟練度はジャス10、8、数12、イーナ5、ガドイン3。無敵時間でうまく接触できねえ。敵の攻撃です。攻撃。そんなバカな。クレック補正オスオス。鎌が標準装備とかロマン軍団ですね。ピカピカ光る必殺大器にアタック。いけまず前の歩兵をジャスティンが足止め、ダッシュでフィーナが突っ込み後衛に一撃。行動を妨害したところにスートガドインが畳みかける。おらいけー。そこへで。雑魚を相手にしてしまった。経験値70-40円。熟練度はジャスティン8、数12、フィーナ10、ガドイン3。ここが右月の塔といったところで今回は終了です。次回、誠の勇者。それでは皆さん。お達者でー。